ピースハイブリッドティーは特定のガーデンローズ類を指す園芸における非公式な分類用語。2種類のバラを交配して作られたものであり、当初はハイブリッドパーペチュアルローズとティーローズを掛け合わせた雑誌として生まれた。モダンガーデンローズに分類される品種の中では最も古いものである。ハイブリッドティーはハイブリッドパーペチュアルとティーの両方の特性を受け継いで 両者の中間的な特徴を示し、寒さに弱いことが多い T よりも体感性に優れており、パーペチュアルという名称とは裏腹に、色先性に乏しいハイブリッドパーペチュアルより、繰り返し花をつける。ハイブリッド T の花は、長くまっすぐ直立した茎で支えられた大きく、中央が突出した蕾をつける。花が開くと、大きさは、 直径8センチメートルから1 2 5センチメートルほどにまで成長する。ハイブリッド T は世界的に見ても最も人気のあるバラの品種であり、それは花の色や形によるものである。花は長い茎の先に一輪だけ咲くことが多いため、切り花としての人気も高い。ハイブリッド T の多くは、おおむねまっすぐに伸びる性質があり、幸い品種や生育条件。 選定方法などによって、高さは75センチメートルから2メートルほどに達する。マダム・キャロライン・テスト・ソレイユ、ドール世界初のハイブリッド・ティーの誕生と、一般的に認知されているのは、1867年に作られたラ・フランスである。ラ・フランスは、フランスの育病業者、ジャン・イコール・バプティスト・アンドレ・ジローが育てたものであった。彼は、ティーローズと、 ハイブリッドパーペチュアルを荒廃させ、ハイブリッドティーを生み出した。早い時期から作られた幸い品種としては、この他にも、レデ,ディ・マリー・フィッツ・ウィリアム、スー・ベニール・オブートン、マダム・キャロライン・テストがある。ハイブリッドティーは、フランス、リオンのジョゼフ・ペルネドシェが、ソレイユ・ドールを生み出した、20世紀初めになるまでは、人気のある品種ではなかった。しかし、 ハイブリッドティーを20世紀のガーデンローズとしては最も人気の高い部類としたのは第二次世界大戦の終わりにフランシス・メイアンが導入したピースでありこれは20世紀において最も人気の高い栽培品種となったハイブリッドティーの品種はほとんどの場合気温が摂氏マイナス2.5度を下回る寒い冬がある大陸部などでは完全な体感性は備えていない これに加え、まっすぐに高く伸びるという特性や、葉がまばらにしかつかないこと、また、病害に弱いことなどから、園芸家や造園業者の間における、ハイブリッドティーの人気は、やがて、より維持の手間がかからないランドスケープローズへと、移っていった。しかし、その後もハイブリッドティーは、園芸産業にとって、標準的なバラの品種として定着しており、主にフォーマルに整えられた。 小規模な庭園において愛好され続けている。通常ハイブリッドティーは、親木から取った芽を、より強い成長力を持った大木に次ぐ、芽継ぎの技法によって増やしていく。大木としては、の茨などが用いられる。カナダのように大陸製の気候の場所においては、ニュージーランドのように海洋製の気候の場所よりも、体寒性に勝る栽培品種が育てられる。ダブルデライトハイブリッドティー永年の間に、 ハイブリッド T の栽培品種は極めて多数が導入されてきたが代表的なものとしてクリスタル・インペリアルダブル・ディライトエリナエンジェル・フェイスミスター・リンカーンピースガール、クラセファケーション・オブ・ゲネーラロイヤル・ホーティカル・チャール・ソサイティ2012年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年3月16日閲覧 DG ヘッサイオン ザローズエキスパートモーンメディアモーハンドレンク PQ ラフランスハイブリッドティーローズ ROSEGATHERING.com 2009年9月18日閲覧ギロー HELPMEFIND.com 2009年9月18日閲覧 DG ヘッサイオンザローズエキスパートモーンメディアモーハンドレンク PQ ありがとうございます。